について事実関係をお願いします。最も重要なことは結果を出すことである。私は政権発足以来総務省でこの7年8ヶ月結果を出すために全身全霊を傾けてまいりました。病気と治療を抱え、体力が万全でないという苦痛の中、大切な政治判断を誤ること、結果を出さないことがあってはなりません。国民の皆様の負託に自信を持って答えられる状態で、亡くなった以上、総理大臣の地位にあり続けるべきではないと判断いたしました。総理大臣の職を辞することといたします。この最大の課題であるコロナ対応に障害が生じるようなことはできる限り避けなければならない。この1回程度その一心でありました。悩みに悩みましたが、この足元において7月以降の感染拡大が減少傾向へと転じたこと、そして冬を見据えて実施すべき対応策を取りまとめることができたことから、新体制に移行するのであればこのタイミングしかないと判断いたしました。この7年8ヶ月さまざまな課題にチャレンジしてまいりました。残された課題も残念ながら多々ありますが、同時にさまざまな課題に挑戦する中で達成できたこと、実践できたこともあります。すべては国政選挙のたびに力強い信任を与えてくださった、背中を押していただいた国民の皆様のおかげであります。本当にありがとうございました。そうしたご支援をいただいたにもかかわらず、任期をあと1年、まだ1年残し、他のさまざまな政策実践途上にある中、コロナ禍の中、職を辞することとなったことについて、国民の皆様に心よりお詫びを申し上げます。拉致問題をこの手で解決。